X フラグスタジオの吉野です。 Mixi グループはコミュニケーションを軸に多くの事業を提供しております。2015年8月に X フラグスタジオを設立し、桁外れな冒険をテーマとしてモンスターストライクやブラックナイトストライカーズなどを提供しています。コンテンツ業界は大きくサービスの伸びによって設備の需要が上下します。その中でコストを安定的にコントロールすることが会社から求められていきます。全面的にクラウドを使うという選択肢もあるのですが、既存の資産を生かしてクラウドとオンプレミスを両方使うといった選択肢を弊社では取っております。このオンプレミス環境を構築しているのがジュニパーネットワークス社の製品群です。これは弊社のオンプレの環境に対して拡張性や安定性をもたらしました。私どもはオンプレミスとクラウドをつなぐことによっていくつかのことが可能となりました。その一つとしてはネットワーク機器のメンテナンスが挙げられます。一時的に配下のサーバーをすべてクラウドに移すことによってネットワーク機器のメンテナンスを楽に行うようなことができました。第2にはサーバー設備の過剰な投資を抑えることができています。具体的にはピークに合わせて用意していた設備をピークの部分に関してはクラウドに追い出すことができるようになりました。第2の点としてアドレスの管理の問題がございます。どんどん新規事業を作るときにアドレス設計までを各部署と調整するのは合理的ではないと私は考えており、そこを各自で自由に作ったクラウドの環境でもオンプレミスとつなぐことができることはメリットだと思っています。今回これを実現することができたのは QFX5100 が出てきたおかげだと思っています。それはボックス型のスイッチにもかかわらず MPLS や L3VPN が使える機器だからです。これによってシャーシ型の機器を導入しなければならなかったハードルが大きく下がり、現実的なコストでこれが実現できました。またジノスは運用管理が楽だという点が挙げられます。階層化されたコンフィギュレーションがとても便利です。変更作業の事前レビューを行っているのですが、その差分と実際の作業内容がほぼ同内容で行えることが安定性に一役買っています。また設定の反映時にコミットの内容をチェックすることができ、安定してコミットをすることができます。ジュニパーネットワークス社の製品は機能が豊富で柔軟性や拡張性に優れております。中でもジノスはミッションクリティカルなネットワークを運用するにあたっては安定性を向上するものと思っております。そのおかげで作業コストが削減でき、ミスを減らすことができました。またスピーディーにクラウドに接続することができて非常に助かっています。設計変更や拡張の際に日章エレクトニクスさんにいつも相談しております。検証機材の提供や検証のお手伝い等をいただきとても助かっています。これからも日章エレクトニクスさんと二人三脚でやっていきたいと思っています。